それでは続きまして、熱海市を代表して、熱海市長、斉藤栄様よりご挨拶いただきます。明日出さない。明日ちょっと動かしちゃう。皆様、今日は本日は、熱海桜糸川桜祭り、多くの観光客の皆様、そして市民の皆様、お越しいただきまして、本当にありがとうございます。連日テレビで大雪のニュースが放送されている中で、今日はご覧の通り、熱海桜が満開でございます。今回で7回目ですけれども、オープニングでこれだけ満開なのは初めてではないかなと思っております。熱海は昔から日本一早咲きの梅と桜、これが一つの熱海の価値でありますが、この熱海の財産に10年前に磨きをかけようと、5年かけて大改修をいたしました。ちょうど今から10年前の平成19年から3年間かけまして、今の熱海梅園120年ぶりに大改修いたしまして、翌年の平成20年から22年にかけて、この糸川沿い、もともと熱海桜あったわけですけれども、いろいろな桜、いろいろな花木があって、よりパンチを強めるために熱海桜に統一をいたしました。5年かけて早咲きの梅と桜が大きく生まれ変わったわけであります。その改修にあたっては、大塚商会の名誉会長の大塚稔様の私財を投じた多大なるご支援をいただいて、これが完成いたしました。それから7年経って今日に至っているわけでございますが、私は毎年毎年この熱海桜が美人さんになってきたなと思っております。おそらく皆様がご覧になっていただくことで、毎年毎年花つきが良くなってきていると思っております。今日皆様に一つお願いがあります。ぜひこの熱海桜、かわいいね、綺麗に咲いたね、声をかけてください。そしてそのことを今 SNS、Twitter、いろんな手段があります。皆さんのお友達、発信してもらいたいと思います。最後になりましたが、日本一早咲きの梅と桜、ぜひ本日熱海で楽しんでいただき、春の訪れを満喫いただければと思います。皆様を心からご歓迎申し上げます。本日は誠にありがとうございました。